ドラゴンゲート2020年最終戦で事件は起こった。解散となったドラゴンゲート世代、そしてこの後彼らを待ち受ける運命とは。発展的解散を選んだドラゴンゲート世代、一人リングに残った KZ。 そこに現れたのは元登竜門世代の堀口元気と横須賀進だった。しんみりして終わっていいのかな、刑事。刑事、最近お前だよ、元気ないのは知ってたよ。でもよ、お前は情熱あふれる熱い男だよ。おい、どんな相手なのと、刑事に展開。
それが俺の知ってる KG だよ。そうじゃねえのか、おい。俺と進さんだってな、生き残りをかけて何か動かなきゃいけないでしょうが。正直よ、進さんも俺ももう年だよ。登竜門解散して新しいユニット作る勇気や元気は残ってねえよ。だったらよ、元の鞘に戻るのもありなんだよ。俺と進が担ぐ神輿にもう一回乗ってみる気ねえか。そして俺ら三人でバイブスダンパンパンパン上げて行こうぜ。ケイジ、いや、リーダー、よろしくどうぞ。この後、新生ナチュラルバイブス発進。2021年ドラゴンゲート開幕戦、走り出した新生ナチュラルバイブス。たまたま、まぐれで吉田が負けただけで、もうこんなまぐれは二度と起きないからな。おい、 DG 世代、登竜門世代、負け残ったお前らカスでまた再結成だろ、ユニットを。よ、そんなのな、通用しねえんだよ。ただ踊ってりゃいいんだよ、このボケが。こうしてケントがやってまいります。睨む先には堀口、この2人からオープンザトライアングルゲート選手権試合がスタート。レスリングテクニック、こうしてお互い見せつけてというグラウンドからです。3度目の防衛戦となりました。 RED、 いや引きません。さあ放送席、ドン藤井親方、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。この立ち上がりなどは興味深いですよね。そうです、慎重ですね、両者とも、はい、ということですよね、まず、はい、というのも昨日のプレタイトルマッチ、同じカードで対戦して、その時はチャレンジャーチームが勝ってますからね、はい、だから今日入場見てきて、あの堀口にしっかり、はい、みんなね、あとケージとちょっと表情がね、闘志、静かにこう燃えてるっていうかね、はいはい、昨日とはまた一味違うという顔つきに見えましたよね、はい、いや、そして昨日の戦いでは SB ケントのエルボーですね、この吉田が食らってしまって、その後堀口のバックスライドフロムヘブンで敗れて今日を迎えています。同じ鉄を踏むわけにはいかない。雰囲気は怪しくなったんですが、なんとか握手で収まってと今日を迎えています。さあ進むにショルダーアタックでも動きは最高です。この対 RED っていう点ではナチュラルバイブスはちょっと分が悪いんですよね。ちょっと苦手意識っていうか持ってるんですかね、どうでしょうね。うわー、膝強い、一撃。ちょっとケージ、ちょっと
何かで隙を見てもタッチ持っていきたいですね。ちょっとこれ自力ではっていう局面ですよね。危ない男です、カズマ坂本。体重乗ってましたもんね、ちょうど KG も握れないんですよね、ロープ、はいはい、背中にロープあってちょっと張り付け状態でしたね、はいはい、カズマ絶対にそれ分かってますよね。あーでもなんとか、あー怪しい怪しい、 KG が大丈夫か大丈夫か、昨日に続いて握手です。いやりと SDK、 まあ大丈夫ってことで、まあ結果的にフェイントになったんでしょうか、はい、これも、想定内だったのか、そのあたりは計り知れません。でまたカズマがやってくる、あの2人に攻撃させてその後指示を出して、またさらに自分がこうやって攻撃してくるんですね、カズマ。重い一発がね、打ち込まれますからね、はい、あ膝のダメージもあるんでしょうね。でも自らを殺するかのように得意の肘、この肘合戦では負けるわけにはいきません。 KG ボディで一発、下から一撃、さらにこうしてスピードを持って飛び込んでくる。今まず3種類見せてくれましたね。シャープですよね、KG のエルボーは絶対の自信を持ちます。心の拠り所、そしてよりどころといえばこちらもいくつも持っている、このジャンボの勝ちです。うわ地獄突き、もう一発ショートレンジ、どうする、おーおーおお、ここは地獄突きに対してエクスプロイダー、技術の匠が見せてくれる。そして熱いハートも横須賀進む、さらにミッションインポッシブル、これこそ KG、戸澤明選手から受け継いだその魂、脈々と今は KZ。 さあ大事な展開に池選手、戦いは移ってきたんじゃないですか。そうですね、まあ、うん、ここからの流れで、試合決まる時ありますからね。そうですね、はい、ジャンボの勝ちも打ち込んだんですが、腰が重たい、まだまだだよというメッセージか、カズマ。司令塔とテクニックマスター。うわ、膝。今も投げではなく膝。角度を変えてくるジャンボの勝ち。初回にも自信の一発。あとは SBK。堀口もやってくる。SBK、そのゴール。後楽園ホール。いくらしい。でも強い。結果も得ている。で突き刺さっちゃいましたよね、後頭部ですよね、はい、頭と首、これは絶好チャンスじゃないですか、チャレンジャーチームですね、はい、これで押さえ込み、さらに垂直落下式ブレインバスターからダイビング、ヘルボー、ドロップ、 SBK のピンチに獅子奮陣の地獄突きは筋肉銃、さらにコンモリアンチョップも3連打、ダブル地獄突き、フルコンビネーションからうわバックドロップ、やっぱこの攻撃1人で食らう、2人が2人1人で食らう、ちょっとね、先々がちょっと展開がね、そうですね、うん、負担というか、堀口の方がね、はい、はい、飛び込んで、おお、そしてハーフバックエッジパイルドライバー、蘇生してきましたか、油断も隙もないですね、本当に全く決めたと思ったら投げられてますからね、なんてやつだ、あー、そして SBC だ、誰なのか、ナチュラルバイブスの執念、堀口、あの右肘立てたら大丈夫なんですよね、右肘がちょっと沈んじゃうと腰が決まってきますから、はい、でもその体勢なんとかカットに入っています、進むです、進むのカットからケントと肘、それでも若さと
経験値のぶつかり合いはまだ続く。さあファイヤーマンキャリーの体勢から横にパワーありますね。これも一度バネを引かせたような投げ。攻めが走る。ジャンボの勝ち。勝ったか。自力で返す。格差を見せつけるケント。となれば神聖の心、ここからまた走り出せと神風に。ケージータイムは筋肉爆発。ジャーマンスープレックス。3メートル以上は飛ばしたか。何やっても跳ね返されますよね。だどうしたらいいかちょっと、挑戦者チームもちょっと負けたくなるんじゃないですか、はい、となると精神的にも負のスパイラル。2019チャンピオンカーニバル。勝つなんかイメージとか要素っていうか見つからないといけませんよね。ポップアップ式パワーボム。お膳立ては出された。距離はあるぞ。それでもダイビング。これ決まるんじゃないですか。これエルボードロップ。進むが間に合った。進む入ってなかったら決まってたんじゃないですか。フィニッシュですか。あ、今のはKG返してないですよね。今動きがほとんどなくなってしまった KG。 そこにいやまだだまだだ。この肘ある限り消えない闘争心、反骨心。それでも SBK。 あーそして赤いじめになったぞ。今日は大丈夫か。まだまだあるぞ。今日もこれだ。連日のエルボー。さらにこれだ。もっと隅へ行くぞ。今まで見たら腕も取られる。これだこれだ。決まるんじゃないですか。決まるんじゃないですか。決まるんじゃないですか。ナチュラルバイブスゲージ。いけるか。その裏で2021年の戦い、ケージーがトライアングルゲート13分43秒ナチュラルバイブス。大きな大きな一勝。新王者チーム誕生。やりましたね。やりました。RED 敗れたり。圧倒的にやられてましたからね、クブクリント。うわカズマ、またしても誤爆はケントが吉田に収まらない。おい SB SBK。 いやコブネ、お前はただのグリーンボーイのコブネや。おい小宗、2日続けて同じ過ちを繰り返すとはな。おい、お前はほんまにチャンピオンの器なんか1ミリもないんじゃ。そうやな小宗健人は本日をもちまして、お前も追放できてすっきりしたから俺たちはもう帰るわ。バイバーイ。おい
俺は一体どないしたらええんや。ああそうや先輩見てますよね先輩先輩モッチー先輩あの人先輩モッチー先輩せやから先輩4なんですけど先輩もしよければ僕にプロレス1から教えてくださいお願いします俺は過去にお前に二度同じことを言われて二度ともお前に裏切られてる。ああこの目見てください。まあ俺も今な別に誰と組んでるってわけじゃねえからよ。じゃあ。まあ、2度あることは3度あるのか3度目の正直なのか分かんないけどお前に騙されてみるわ先輩アドバンス さあさあはいまあお前のスピードとスタミナ大したもんだと思うよありがとうございますでも、はい、やっぱこんだけの体してんだからさ、はい、もうちょいなんかどっしりしてもいいような気がするんだよ俺体を生かした攻撃で体を生かした攻撃で、はい、よくしましたこう時々さ、はい、こうスピードパッパッパッと出すみたいなさあそうですね、はい、先輩のように早く、まあ、次いつ、まあ、森田さん次来るかもしれないからさよろしいですかだからその時はまあいろいろチェックを入ろうか ありがとうございますご指導お願いしますあ頑張ってください、はい、ありがとうございます先輩はい